高千穂河原霧島連山ですねの登山口から後ろに見えるね高千穂の峰、そしてその前にね三山霧島をね見てから登ってこようと思います。まだね駐車場は結構待ってますね。はい、じゃあ行ってみます。高千穂河原ねトイレもありますし、もう本当便利ですね。じゃあ今から行きます。まずはねこの日が高いうちに、鹿ヶ原の三山霧島をね、見てこようと思います。鹿ヶ原にね向かう途中のこの道でもねもう三山霧島が、10日前とは全然違いますね。ただ本当ピーカンですね。10日前に来た時はね綺麗に咲いてたんですけど、もう山ツツジは三山霧島よりもねいち早く咲いちゃうのでいち早く終わっちゃいますね。あ、ここはちょっと咲いてるね山ツツジ。そして高千穂河原の駐車場をね使う人でこの鹿ヶ原のみをね見に来た観光客の方っていうのはやっぱ回転率がいいんでしょうね。どんどん入れ替わりがあるんだろうけど、高千穂の峰に登る方は一旦止めるとねもう数時間は来ないんで、いや面白いですね。鹿ヶ原着きましたね。おお、わあ、10日前とやっぱ全然違うね。いいね。そして明るい。明るいね。超綺麗です。超綺麗。この鹿ヶ原ね歩くだけで絵になりますね。私の判断で言うとまだねつぼみも結構あるんでピーク手前と思います。ピーク手前の7分8分それくらいかな。ちょっとあそこにね人がいっぱいいて多分ねこの後ろの高千穂の峰をね撮ってるんだと思いますよね。撮ってるっていうか見てるっていうかね。ちょっと振り向きましょうか。いやーもう綺麗、とにかく綺麗ですね。人が賑わってるのも分かる。賑やか。ではね鹿ヶ原もっとしばらく長くいたいんですけどもうね登らないといけないんで今から高千穂の峰に登ってきます。いや何度も言うけどね枯れてるのはもちろんあるんだけどそれ以上にねつぼみが多いんで今から本当今からが見ごろだと思います。本当見ごろ。もうね私も写さなくていいでしょ。もうピンクのね、はい、今から登ってきますけどもね登らない人もねぜひこの鹿ヶ原来てください。再びね高千穂河原まで戻ってきました。で次は高千穂の峰これをね、登っていきましょう。まずはあのねお鉢を登りますね。
まずはこのね、石畳の登山道、うん、この上の緑のね、力強さとか、これセミですよね、うん、とかが相まるとね、もう初夏みたいな感じですね。夏だ。坂道がね、次第に石段になりますね、うん、もう今日はなるべくバテないようにゆっくり行こう。ここからね、まっすぐ自然探研究路に降りないようにね、左ですね。もうちょこちょこね、三山霧島彩ってますね。このね、ちょっとガレガレがだんだん大きくなっていきますよね。おお、見えてきた。ああ、わあ、みんなお鉢登ってる人もおれば下ってる人も、うわあ、暑そう。はい、登りましょう。こっからがね、高千穂の峰の、まあ、本領発揮というか、うん、醍醐味ですね。迫力あるね。結構ね、お鉢の外側にミヤマキリシマ咲いてるね。そしてさっきのね、行ってきた鹿ヶ原、うん、中岳のね、ふもと見えるかな。ピンクだね。ここまでがね、結構こうでがれて、厳しかったところなんだけど、ここからがね、岩も出てくるんで、そこそこ登りやすくなりますね。まあざれはするんだけど。よいしょ。もうね、ここから見ると皆さん崖から降りてきてるような感じですね。すごいね。で登るとね、もう桜島、あと高隈山系がね、見えてきますね。あー、遠くにね、高隈山系と桜島の間にね、開門岳がね、肉眼では見えます。あー、ここは足がかりがね、しっかりあるところを選んで、うん、一歩ずつ、腹をね、もう移して、あとはもう振り向きません、力腹はっていう気持ちで登りましょう。厳しい登山道ではあるけどね、この時期ならではやっぱり三山霧島ね、うん、岩肌に点在してますね。もうね、ここっていうルートが決まってないんで、うん、それが醍醐味でもあるね。まだまだあるね。あとちょっとね、あるけど、もうほぼほぼ登り上げましたね。いや、なんか三山霧島のね、群生地というよりもこの岩肌にね、ちょこちょこ三山霧島があるのが嬉しい、そういう時期のたんですね。おお、おはち、よいしょ。わあ、下をよく見るとね、ちっちゃい三山霧島がいっぱい咲いてますね。いっぱい咲いてる。上のヘリにも、そして山頂ね。
の内側にね、三山木島いっぱいあるんだね。うん、まだ二三分咲きかな。そして反対側ね、反対側遠くにはもう、なんだろう、市房山とか見えるんかな、白ヶ岳とかね。で、手前矢岳と竜王岳、竜王山ですよね。奥がね、ひな森からずっとこう大畑で新萌で、奥がね、唐国、手前の中岳ですね。いや、高千穂の峰のね、この西の斜面、こんなにも一直線かなっていうぐらい綺麗。ああ綺麗。もうすぐね、お鉢も終わるんだけど、こっちの高千穂の峰、本峰っていうかな、うん、三山霧島たくさんあるね。マーブルみたいに見えるけど、GoPro じゃ映らんかな。いやでもよかった来て。このね、高千穂の峰の三山霧島、こういう風に見えるんだなというのをね、今日改めてというかね、初めて知りました。もう少しね、時間が経てばもっとボリュームがあるような三山霧島になるとは思うんですけども、まあ、これで私はある程度つかめたんで、またね、今度はいい時期に撮れたらなというふうに思います。じゃあ登りましょう。霧島神宮のこれ、元の宮って書いてくる、岩宮というかな、元宮というかな、はい、それがあるとね、今からあとは最後の登り。今日はね、ガスが全くないね。ガスっていうか、少しぐらいガスれようっていうぐらい晴れてるね。なんかこの高千穂の峰に登ってみてね、改めて思ったのが、この三山霧島って高山植物だなって思いますね。最後はガレガレザレザレになりますね。登りはね、まだいいけど、これ下りがね、大変というか、もう滑りながら降りるって感じですよね、うん、よいしょ。おお、山頂までね、あと180メートル。この辺りにもね、三山霧島あるけど、やっぱ標高高いんでね、ほとんどつぼみですね。はあ、いやー、三山霧島いいね。はあ、あと少し。わあ、空が近い。空が綺麗で近い。はあ、はあ、近いぞ。焦るといかんね。ザレザレなんで、3歩進んで2歩下がるぐらいの気持ちでいきましょう。はい、1574メートルですね。高千穂の峰に着きました。あ、少しね、三山霧島咲いてるね。山頂のね、西側にも三山霧島ぎっしりありますね。ぎっしりあるけど、まだほぼほぼつぼみ状態。あー、これいいね、山頂に咲くんだね。あー、楽しみ。北側にもいっぱい三山霧島ありますね。あー、ただまだ咲き始めだね。
下の方は結構咲いてるね。下の方ね、二つ石とか二つ岩かな、あそこら辺とか高千穂の峰ね、この宮間霧島いっぱいありますけども、若干今日はね早かったようです。ただね天気も良かったし、鹿ヶ原はねもうほんと見頃だったんで来てよかった。はい、で今年はねちょっと九十が、虫の願いがひどそうなんで、宮間霧島、あそっか霧島、そこら辺にねちょっと、ボリュームをね固めながら登ろうかなと思ってます。はい、じゃあ下山します。山ちゃんでした。バイバイ。